猫がかかる病気。猫がかかる病気は様々ですが、代表的な病気のいくつかとその原因、対処法を以下に示します。ただし、症状が現れた場合は必ず獣医師に相談して適切な診断と治療を受けることが重要です。1. 猫風邪、猫上部気道感染症。原因。ヘルペスウイルスとカリシウイルスなどのウイルスによる感染が主な原因です。猫同士の接触や、ウイルスが付着したボールやベッドなどを介して広がることがあります。症状。くしゃみ、鼻水、鼻づまり、発熱、食欲不振などが見られます。対処法。獣医の診断を受け、抗生物質や抗ウイルス薬が必要な場合があります。感染が広がるのを防ぐために隔離することも検討されます。暖かい環境で安静に過ごさせ、栄養を取るようにしましょう。2. 寄生虫感染。原因。のみ、ダニ、ミミズなどの寄生虫による感染です。野外での活動や他の動物との接触により感染することがあります。症状。かゆみ、毛並みの悪化、皮膚の炎症、体重減少などが見られます。対処法。獣医の指導に従って寄生虫駆除薬を使用します。猫のベッドや環境も清潔に保ち、再感染を防ぐ努力が必要です。3. 膀胱炎。原因。細菌感染や尿路結石が原因となることがあります。ストレスや尿路の異常な構造も要因となることがあります。症状。少量の尿しか出ない、尿が血で染まる、頻尿、尿失禁などが見られます。対処法。獣医の診断を受け、抗生物質や炎症を抑える薬が処方されることがあります。栄養バランスの取れた食事をとるようにし、水分摂取を促すために湿ったフードを与えます。4. 糖尿病。原因。インスリンの不足により血糖値が上昇する病気です。肥満、遺伝、ストレスなどが原因となることがあります。症状。食欲増加、体重減少、多尿、嘔吐、倦怠感などが見られます。対処法。獣医の管理下で、
定期的なインスリン注射や特別な食事療法が行われます。血糖値を定期的にモニタリングし、状態の管理を行います。5. 慢性腎臓病。原因。年齢とともに進行する腎臓の機能低下が主な原因です。遺伝的な要因も影響することがあります。症状。食欲不振、嘔吐、体重減少、尿量の増加などが見られます。対処法。注意の指導に従い、腎臓をサポートする特別な食事療法や薬物治療が行われます。定期的な検査を受けて状態をモニタリングしましょう。6. 炎症性腸疾患 IBD。原因。腸の炎症に関連した免疫系の障害が原因です。食物アレルギーなども影響することがあります。症状。下痢、嘔吐、体重減少、食欲不振などが見られます。対処法。獣医の診察を受け、特別な食事療法や抗炎症薬が処方されます。病院に合わせた管理が必要です。7. 心臓病、肥大型心筋症など。原因。遺伝的な要因や心臓の機能異常が原因です。症状。呼吸困難、咳、体力低下、足がむくむなどが見られます。対処法。心臓の状態に合わせて、獣医が適切な薬物治療や生活習慣の調整を行います。8. 腫瘍。原因。良性腫瘍や悪性腫瘍が様々な原因により発生します。遺伝的な要因や環境因子が影響することがあります。症状。腫れ、腫瘍周辺の痛み、異常な出血、食欲不振、体重減少などが見られることがあります。対処法。腫瘍の種類と進行度によって治療法が異なります。獣医の診断を受け、手術、化学療法、放射線療法などの適切な治療法が検討されます。早期発見が重要です。これらの病気は、猫の健康に影響を及ぼすものであり、早期の診断と適切な治療が必要です。症状が現れた場合、獣医師の指導に従って診察を受け、状態に合った治療や管理を行うことが大切です。
また、予防としては定期的な健康診断や予防接種、清潔な環境の提供、バランスの取れた食事などが重要です。愛病の健康を守るために、定期的なケアと獣医師との協力が不可欠です。